ちなみに、あの、こちらから YQ に使われているのはグランドホテルさんとかマホロバサンが使われているで、食塩泉のお湯というのはこちらから湧いて引かれているということですね。でちなみにこの場所ですね、ブラタモリやった時に、オープニングでタモリさんがここに立って3時間周期なんですよ。だけどなかなかタイミングが合わず見ることができないんですけども、いや皆様3日ぶりにこれこの時間に会いました。皆様の行いがいいんですね。ちょっとね、夜で見えにくいので今ライト照らします。もしあれだったら前の方行ってね、今の動画でも撮って戻っていただきます。はい、足元気をつけてくださいね。次やってきて、天井にぶつかるぐらいで、徐々に小さくなって、このぐらいの高さで1時間近く吹き続けます。なので通常運行であれば行って帰ってきた時には静かになっているということですね。はい、いや本当良かったです。今まで、じゃあ皆さん出発しますかって言ったら静かになってたんですよ。みんなが集まるちょっと前までは元気よく吹いてたんですよね。で出発したら収まるっていう感じだったので、本当にもうタイミングがちょっとずれた。はい、はい、金堂さん亡き後2代目が引き継いで頑張っておりましたけども、2代目も早く亡くなり、当時室蘭の議員だった栗林小作さん、この方に協力を依頼いたしまして、現在の温泉街の形ができた。その2人の功績をたたえた高徳寺でございます。で金蔵さん入ったのが江戸時代末期安政5年1858年でございます。なので登別温泉開湯164年の歴史がございます。まあ、本州から比べたらちょっと前の話でございますけども、北海道の中では歴史の古い温泉地です。なぜなら北海道っていう名前がついてからまだ152年です。江戸地と呼ばれている時代からここにあった。これは本当に珍しいですね。本格的に開拓が入ったのが明治に入ってからです。それ以前からこの温泉地があったということでございます。ちなみに金堂さん作ったやつこの後ろのね、大地竹本館ね、はい。そして鬼、まあいろんなところに鬼がいまして、なぜ鬼かというふうに、思われてるかなと思いますけどね、これから行く地獄谷、地獄といえば鬼ということで鬼がキャラクターになってるだけで、鬼伝説一切ございません。はい、で観光シーン、はい、お祭りの時ね、こういう鬼で出汁とかみこしを作ってお祭り盛り上げてたんですよ。で終わると燃やしてたんですけども、まあ、こんないいのもったいないよと、どっかに置いてくれと言われてここに置かれたのが始まり。でいろんなとこに鬼の像が置かれるようになりましてね、昭和55年ぐらいには登別温泉といえば鬼ということで、うん、鬼が定着してきました。でちなみに皆さんね、まあ、ちょっと来る時もう暗かったかもしれませんけどね、高速道路を降りたらでっかい鬼がいるんですよ。この変なポーズ取った、あ、はい、あれね、実は鬼じゃないんです。鬼のコスプレした人なんです。なぜならあれ角じゃなくてソフトクリーム頭に2本刺してるんです。忘れなかったら帰りチェックしていってください。誰にも気づかれない遊び心。直径20センチぐらいのちっちゃい穴だったんですよ、うんうん、そこから湯気が出てましてね、あらこんなところから湯気出てるわなんて思ってたらですね、どん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 大きくなって、今はもう直径で3メートルぐらい、深さも2メートル以上ございます。こんなところですね、まあ、どうなってんだろうなんて覗きに行って、うっかり足を滑らせたらもう大変ですね。一人ではちょっと這い上がってこれないですね。はい、最終的にはなかったことになります。このぐらいちょっとこの絵がボコ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 やってます。で、まあ5年ぐらいでこの大きさになったんですけどもね、まだまだちょっと最近元気になってきてる感じがするのでね、大きくなる可能性が十分あります。
でこういったものを埋めた方がいいんじゃないのと思いますけどもね、安全のためにはもちろん埋めた方がいいです。ただこの辺はね、そういうことしないんです、なぜなら登別温泉今使用されている源泉というのがですね24カ所あるんですね。でそのすべてが自然に湧いてるんですよ、お湯。それを分けていただいて成り立っているところなので、こういったものでも埋めてしまうことによって流れが変わって今出ているところに影響を与えてしまうかもしれない、そういう危険性があるので、こういったものでもですね埋めたりはせず、しっかりかどうか分からないですけど対策をして、共存していくというのを選んでおります。まあね、こういった自然のものを分けていただく、そしてそのためにはね、こういった環境を守っていく、まあ、今流行りの SDGs とかサステナブルとか、まあ、そういうのを昔から体現している土地ということでございます。まあ、このセリフは最近取ってつけたセリフでございますけどね、はい。でね、皆さんね、やはりこういうどうなってるかというの気になるかなと思うんですけどもね、これね、ちょっと待ってね、日清常人というお坊様が炭でお題目南無妙法蓮華経とここに書いたことから、まあ、ありがたい、そしてここに祀られております。文字は書いたのは炭で、明治時代に書かれたので今は消えてなくなってしまったんですが、まあ、しばらくの間はね、水や雨に濡れるとその文字がここに浮かび上がってきたと言われております。まあ、今現在ご覧の通りでございましてね、心の清い方であればいつでもここに南無妙法蓮華経という文字が見えますね。ちょっと早すぎましたね。横に書いて南無妙法蓮華経って見えます。いろいろ見え方があるんで深いのに無駄追求じゃないですよ。隣南無妙法蓮華経万霊塔、はい、これ見えない人相当まずいですよ。これから歩く地獄谷の散策路、60年以上前は一切これ整備されてなかったですね。中を自由に歩くことができました。その時に人であったり動物であったり生き物がいろんな理由でこの地獄台で命を落としておりましてね、その魂を供養するためにこちらが建立されたんですね。で一番最初に亡くなった方の記録がございましてね、旅芸人の石田が来てた時にそこの一家族、お父さんがここで病で倒れて亡くなってしまいました。で途方に暮れてたお母さんのところに娘2人が来て、お父さんのところに行きたいと言ったことで娘2人を抱いてこの地獄谷に身を投げたという話がございます。これは温泉街にございます観音寺さんというね、お寺さんで仏像を作ってしっかりと、供養しておりますね、はい。でちなみにですね、宮城亭さんというホテルの向かいにあるのが観音寺さんというお寺さんでございますね、はい。そして振り返っていただきますと、こちらが魚取りナッパク用の秘宝貯塚となってございます。まあ登別温泉今現在全部で14軒の温泉宿がございましてね、いろんなものを調理してお客様にお出ししてます。その食材の供養と料理人さんの使った包丁ですね、使い古されたからといってただ捨てるのではなく、お疲れ様ありがとうございましたとこちらに収めております。まあもちろん代表でって感じですけどね、毎年9月にちゃんと奉納祭やりまして、登別市で一番歴史の古い勝田神社というところから神主さんと巫女さんがここに来て、ここで祝詞をあげて神楽山で奉納祭やるんですよ。まあ、コロナ前なんて言ったらもうものすごく盛大にやってるかのような状態でございました、はい。9月の日中といいますね、ああいう大型バスがここも止めきれないぐらい来るんですよ。でそのね、まあ全部は言い過ぎですけど、まあ8割9割海外のお客さん、なので神主さんと巫女さんの例の姿を見ると、うお、これは珍しい、すごいことやってるぞと、もう先に来てた人も後から来る人もぐわっとこう人だかりができて、いやもう盛大にやってるかのような状態でした。もう関係者はすごいやりにくそうでしたよ。ここでこうやってるじゃないですか、ここぐらいまで写真撮ってるんです。あの振動の強さはすごいなと思いましたね。大体日本人こう遠巻きに見てるじゃないですか。もう全然違いますもん。参加者ですかっていうぐらい近く、いやー本当にすごかったですね。まあ今年とか去年なんかいつやったんだかわかんないぐらいあっさり終わってますからね。まあ本当は皆さん旅行は今年度中ですよ。もう来年だったら大変なことになると思います。特に北海道、はい、もう海外旅行気分味わえます。この2枚分はもう
月2月真冬にやってます。こちらが登別温泉の地獄谷でございまして、1万年以上前はここに 1000 メートルを超える大きな山がそびえ立っていまして、まあ、それがドカーンと噴火して、この形になりました。広さが11ヘクタール、ドーム型の球場で2つ分ぐらいの広さがございますね。この地獄谷だけでも4箇所の源泉がございましてね、一番わかりやすいのが、まあ、分かりやすくないですから、今日湯気がすごすぎますもんね。真正面ですね、こちらお湯だまりがございます。で、ここに地中にパイプを通して、この木の枠通ってくるんですね。で、分頭層と呼ばれるものによって各ホテルにお湯が配られているということでございます。で、まほろばさんとかね、万世学さん、宮火亭さんもそうなんですけどもね、硫黄泉のお湯というのがこちらから引いてるお湯でございます。なので今日ね、硫黄泉に入ったら、あ、ここのお湯に入ってるんだなと思って入っていただければいいと思います。まあ同じだからといって直接あそこに入ることはお勧めしておりません。登別温泉ってね、9種類と非常に泉質が多いというのも一つの特徴ですが、源泉温度が非常に高いというのも一つの特徴です。で、あちらのお湯だまり、表面温度だけで50度、そこの方では100度にもなるようなお湯が湧いてます。ちなみに浅間公園のね、食塩泉のお湯は源泉温度98度でございます。本当にあの、こうなんですね。片湯でなっちゃう。登別温泉ですね、根元は1本なんですけども、その最初の根元のところにはですね、300気圧、200度のお湯が根元にあるということでございます。雲が晴れてくると結構年もね、出てきますね。はい、あのひときわ明るいやつね、これ、はいはい、これね、昨日本当に一番月と近かったって言われてた火星ですね。動いてない、動いてますよ。雲が動いてる、動いてるように見えますね。雲が動いてるんだ。雲が動いてるだけですよ。で、この後はですね、このフットライトついているとこ、ずーっと歩いて奥の方へ進んでいきますけども、まあ、要はこれ火山口の縁を歩いてきますから。なんかさ、なので万が一噴火した時は、お月様がさ、こう移動してるように見えない？すごい。本気で心配する人がいるので、専門家に一応聞いておきました。登別温泉大丈夫なんですか？まあ、登別温泉はいろんなとこからお湯とか蒸気が出てガス抜きされてるので、いや、まだまだ大丈夫だよというようなお墨付きはいただいております。すごく綺麗。雲なんだか湯気なんだか分かんないですけど、でも今日は比較的暖かいんですけどね、まだ0度ですから。ちなみに5日前のこのガイドの時の外気温マイナス6度でしたね。いやー、さすがに寒かったですね。はい、ではゆっくりとね。Keep out. いただきますとね、なんか墓石っぽいものが中にあるんじゃないかなと思いますけどね。はい、こちらの場所でございます。で、この中をですね、自由に入ることができたときに、その場所の特徴を見て名称が付けられました。その名称書かれた石碑でございますけどもね、当時このくぼんだところから鉛色の湯がボコ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 湧いてまして、まあ、そういったことからこれ鉛地獄っていう名前ついてます。
で、ちなみにこちらの方はですね、石碑はないんですけども、大地獄なんていう名前がついてるところ。なので、この中自由に入ることができた時には、そういった地獄を回って、地獄巡りなんていう歩き方ができたらしいですね。はい。で、当時来たことがある人っていうのは、今の地獄谷を見ると寂しくなったねと。だいぶお湯減ったんじゃないのなんて聞きますけど、聞いてきます。実際お湯は減ってませんけども、ここから見えるお湯とか蒸気の出る場所というのは当時と変わってきてるということですね。はい。ね、あの100年ほど前の絵はがきとこういう状態。まさしくここの場所なんですよ、これ。1万トン。一般家庭の風呂で4万世帯。都市にすると10万人以上の都市のお湯の量が1日で湧いてます。なのでまだまだ、ね、枯れる心配はないと言われてますね。まあそれもですね、こちら看板にもございますけど、この辺りの場所、支笏洞や国立公園の中にございまして、で、この森は登別原始林という国の天然記念物にも指定されています。しっかりと自然も守られている。なのでね、あの皆さんお金余ってるからって言って登別温泉に別荘を作って、穴掘って別荘にお湯引くわなんて言ってもこれ、固く禁じられてますから。ここは先ほども言ったように24泉源全て自然に湧いてるお湯なので、ボーリングしてお湯を引っ張っちゃうとそこに持ってかれて、今出てるところから出なくなってしまう危険性があるということで、固く禁じられてます。なのでね、こういう景色を見ると、大体皆さん地熱発電できないのかっていうふうに思いますけど、もちろんやろうと思えばできるんですよ。ただそれをやったがために流れが変わって、今出てる源泉に悪影響を与えてしまうかもしれない。それだけならまだしも、流れが変わって本当に地下水がマグマと触れてしまったらもうこれ一瞬で水蒸気爆発ですよ。そういう危険性がある。まあそれだけ火山と近い密接の関係がある場所ということなんですね。まあなのでまあゆくゆくはなくなります、この温泉地はね。はい。噴火してね。はい。噴火して。はい。で、